サムラーションは、スウェーデン出身のサッカー選手。スウェーデン代表、フェーエノールト所属、フォワード。兄に、サッカースウェーデン代表選手のダニエルラーションがいる。IK ゼニスを経て、2010年に、ヨーテボリのユースに加入。2012年夏にファーストチームに昇格した。同年10月にトップチームにデビュー。翌年3月には、新シーズンのリーグ選手戦で、 初のスタメン出場を果たし、即座に1ゴールにアシストの大活躍を見せた。この試合後にユーッターボードの監督、ミカエル・シュタールがそのボールスキルを、スウェーデン系ブラジル人と評したことで、サンバサムの愛称が付けられた。2014年8月、オランダのヘーレン・フェーンに移籍した。ヘーレン・フェーンでは3年間で、リーグ戦86試合23得点30、アシストを記録。 さらにサンバサムの愛称通り、この期間、エールディビジ最多223回のドリブル成功も記録している。2015年、UEFAU-21 欧州選手権2015のメンバーに選出され、優勝した。2016年11月、ハンガリー戦でスウェーデン代表デビューを飾り、初得点を記録した。二千十七年夏のプレシーズンにステップアップを希望し、 SC ヘイレンフェーンのフロントと対立。トレーニングキャンプに参加しないなど衝突してエールディビジ。開始後もリザーブチームでのトレーニングを続けることに。高額な遺跡金のために国外の選択肢を選ぶかと思われたが、友人のジョン・グイデッティの勧めもあり、8月21日にフェーノールトに遺跡が決定、4年契約を結んだ。ヘイレンフェーンとの経緯については、 いくつかの約束が守られなかったとのみコメントしている。フェーノールトが払った遺跡金は推定で700万ユーロ帳で2003年のダンコラ・ゾビッチと並ぶクラブ史上最高額獲得選手の一人となった。ありがとうございます。